にあるカフェサルンポワクの隣の円の自由空間というギャラリーに来ています。はい、サルンポワクさんでは私たち何度もコンサートをさせていただいたり、そちらのオーナーである松下隆さんには私たちの素敵な映像を作っていただいたりご縁のある場所です。今日はそんな松下隆さんにご登場いただきたいと思います。どうぞ。こんにちは。こんにちは。本当に素敵な場所ですよね。ありがとうございます。映像だけでなくこういうリノベーションも得意としていらっしゃって本当すごいなといつも思っています。ありがとうございます、はい、私たちの PV では、ミサプロンベニアとかミモザンベニアとか最近では5分間の魔法の映像を、すごく素敵に作っていただいています。いつもありがとうございます。ぜひ見てください。ください。それからサルンポワクとして最近は YouTube チャンネルを始めてインタビューのシリーズを作っているんですね。そうですね、やっぱり、僕たちもコロナが、来てから、やっぱなかなか飲食店だったりするので、はい、営業もなかなかできない状態だったので、その時間を利用して、チャンネルを立ち上げました。はい。どんな人がインタビューに出ているんですか？もともとサルンポワクに、ご縁がある、アーティストさんとか、作家さんとか、農家さん、そういった方々をお招きして、いろんなお話を聞いていくっていう、そういうチャンネルです、うん、はい、よろしくお願いします。 YouTube チャンネルはどうだったら見つかりますか？サルンポワクチャンネルという、チャンネルですので、はいはい、多分それで検索していただくと出てくるかなと思います、はい、まだまだ、小さいチャンネルなんですけれども、見ていただけたら嬉しいです。はい、ぜひチャンネル登録してください。内容の濃い映像で素晴らしいと思います。ありがとうございます。今日はオンラインコンサートを開催します。こちら場所は大阪箕面にある素敵なカフェサルンポワクさんの横にあるギャラリー円の自由空間からお送りします。無観客配信ということで90分ほど、最近僕たちが作った曲とかこの、サルンポワクさんミモザの木がすごく綺麗で花が綺麗で今も、花が咲いているのでこんな春の雰囲気にふさわしい曲を今日春分の日だよね。そうですね、春分の日にお送りしたいと思います、はい、ぜひお楽しみください。Thank you.
てね、9つの歌を選んだ方がいますと、私はこの曲は卒業とか、なんかそういった3月 のイメージがあって、ちょっとね、結婚、特に結婚更新曲みたいなリズムでもあって、Thank you.
Thank you.
松木さんです。パチ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 、すいません、打ち合わせ不足で無茶ぶりしてしまいました。次はちょっとまたブルターニのアリデーという曲をやりたいと思います。はい、先ほどから B フラットフルーツ、ね、すごい長いフルーツの曲が続いています。この B フラットフルーツ大好きなんですよ、ね、はい、thank you.
という曲です。この曲は何年か前にこちらでコンサートをさせていただいたときに、はい、はい、ちょうどまあミモザの、ね、フロンを演奏させていただきました。Thank you.
ピーキャビンと言います。2曲からなっていて、最初の曲は、幸せな、希望あふれる21年というタイトルです。A Hope 2021という曲です。そして、ハッピーキャビン、幸せな声楽しい声という意味のピーキャビンという曲です。ありがとうございます。